初めて買ったロードバイクについて教えてください。パナソニックですね。パナソニックのロードバイクというかシティサイクルのロードバイクよりぐらいの、昔はよくあったやつ、10万しないぐらいの、確かシマノのバイオペースだっけ、あの楕円、昔の楕円ギアがついてるやつ買いました。それに乗っていって、何かいい思い出ありますか。まあその頃はそんなに遠くまで行ったりもしてなくて、いい思い出作る前に盗まれちゃって一度自転車挫折しました。